ますか？おい、お前、どうも、ユウです。いきなりですか？あなたは発音禁止ですか？僕はそうです。今まで僕は自分のアクセントや発音が周りにどう思われてるかを気にしすぎて、うまく人と話すことができませんでした。しかし、留学先で出会ったある友の言葉が、僕を360度変えちまったんです。ってことで今回は、僕が発音禁止を大克服した話をしようと思います。僕が発音禁止になったのは中学校時代。当時の英語の教科書、ニューホライズンの第1章に載っていた、ハンバーガーショップかなんかの会話のこの文章を、Have here to go? と発音記号に沿って音読したら、友達に、何その読み方、ぶってんなーと笑われたのが始まりです。他にもマザーを、Mother と読んで、発音きっしょ、マザコンかよ。とからかわれるなど、英語の発音を馬鹿にされることが相次ぎ、それ以降僕は、I want to go to the city と周りに合わせてわざと日本語アクセントで音読するようになっちまったドス。しかしこの発音禁止が、留学において大きな足かせとなってしまったんです。留学当初、初めてできた友達との会話で、話の流れで、You're right と言ったつもりが、You are right と聞こえたらしく、彼に、俺の名前はライトじゃないよ。デイビッドだよ。と、訂正権爆笑され、見事にメンタルが崩壊しました。それを機会に発音の重要性を再認識し、発音を一から猛特訓。そのおかげである程度正しい発音はできるようになったものの、発音禁止のせいで、なかなかうまく友達と会話ができず、次第に人と話すのが億劫に。留学当初僕は悩みに悩みすぎて、もはや外に出しっぱなしにしたダンカンみたいになってましたよ。そんな時、同じように住んでいたインド人のゴラムに出会ったのです。彼の英語はコテコテのインド英語。会話どころか聞き取るのも精一杯。周りからは、なんつったのオンパレード。しかし彼は自分のスタイルを崩さず堂々と話していました。そんな彼に感銘を受け、何かヒントがあるのではと思い、ある日ふと相談してみたんです。なんか発音とかアクセントとか気にしてうまく話せないんだよね。すると彼はすかさずこう言いました。アクセントなんて個性なんだから気にする必要ないよ。そもそも英語に正解はないし、むしろ俺はインド英語に誇りを持ってるぜ。まあそんなこと気にする暇があったらダンスするわ。この言葉を聞いて僕はハッとしたんです。どこの国だってアクセントもある。大事なのはコミュニケーションだ。発音やアクセントを気にしすぎて話せないのがいっちゃうか。時々今までの悩みが全て吹っ飛んだんです。そこから僕は狂ったように人と話すようになり、友達も増えていくと同時に自分のアクセントや発音も気にならなくなっていきました。その変化に気づいたのか、ある日ゴラムが、お前最近元気になったよなと僕に声をかけてくれました。そこで僕は胸がいっぱいになり、元気になれたのは君のおかげだよ、本当に本当にありがとうと彼に感謝の意を精一杯伝えると、しばらくして彼は僕の目を見てこう言いました。なんで？